パズドラ攻略してないんですけどね、パズドラのマリオ版です。これはこれも全然買って最初の間ちょっとプレイしてたんですけど、こっちの方がちょっと難しくてね。猫ちゃんが来ました。よし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 、映りたいのか。よしよし、ちょっと難しくてね、放置プレイになってるんですよ。パズドラすら、攻略してないのにね。これなんて全く、やり方は同じなんですよ。基本的なもんはね。なかなかね、同じところでね、もういつももうこれパズドラと同じでね、同じ、あら負けた、くそね、下手でしょう。まだ最初の方ですよ、これ。それでね、苦戦してるんですからね。出た時、発売された時はね、発売された時っていうか発売直前の時は僕の中では画期的で、すごい欲しかったソフトで、即買いというか速攻で買ったんですけどね、いざやってみたらパズドラよりちょっと難しいなと、なかなか思うようにいけへんなっていうことでね、放置プレイになってしまって、あ、紫を消そうか。
繋がらないでしょう。慎重にこれでも攻撃してる方なんですけどね、なかなか。やばい。攻撃ばかりではダメなんですよね。守らなくてはね。あれ。ああ。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。あ、まだいけるか、まだ。むずいわ。
った。あかんな。やられた。下手でしょ。ゲームオーバー。まあこんな感じで、まあ下手くそすぎてちょっとね、もう僕ここでずっとストップした状態なんですよ。こうずっと来てる、こっから来てね、来てでここで、クリアできずに、3面のとこで、ストップしたまんまです。それじゃあね。Bye-bye.